はい、皆さんこんにちは、マナグルフィジです。では今回はギレンデバークシューズの脅威部位地球連邦軍レーベル将軍編続きをプレイしていきたいと思います。シャアのネオジオンとの戦いが激化している中、今回はアクシーズ、そしてスイートウォーターへと攻め込んでいきたいと思います。モビルスーツの方なんですけども、だいぶ出揃ってきてまして、まずですね、アムロなんですけども、ハイニューガンダムに乗ってもらってます。こちらですね。まあパイロットアムロはもちろん、ハイニューガンダムの性能も申し分ないかなというふうには思っています。あとですね、クシーガンダム、こちらにはカミーユに乗ってもらいました。ペーネロペーからアップグレードした形ですね。なのでこのカミーユのクシーガンダムとアムロのハイニューガンダム、これが主力になると思います。ちなみにシロッコもですね、ハイニューガンダムに乗り換えてもらっています。では出撃していきましょう。連邦軍ですが74ユニット、ネオジオンも43と、ステージが進むにつれてネオジオンの方もモビルスーツの数が増えてきているなっていう、まあ、印象はありますね。では進行していきましょう。まあ、特にですね、作戦らしい作戦はないと思います。ハイニューのアムロ、ハイニューのシロッコ、そしてクシーガンダムのカミーユ、このあたりを前面に出していきます。ここはシロッコのハイニューガンダムです。まあ、シロッコもハイニューガンダムに乗ってどれくらい強さを発揮してくれるかっていうね、ところですけど、インファンネルも出して強いですね。敵の部隊か、十分な火力出てると思います。ここはアムロです。アムロもハイニューガンダムです。まあ、アムロとシロッコだと単純なパイロットパラメーターでいうと、まあ、アムロの方が、まあ、強いかなっていう感じはしますけどね。人間は戦い続けることによって歴史を作ってきた。それがなければ人間は滅んでいたさ。やめろ、抵抗しても無駄死にするだけだって。そして大注目のカミーユのスイーガンダムです。時はでかいのがクシーガンダムですね。ファンネルミサイル撃つまでもなく撃破です。しょうがないだろ、俺だって好きで戦ってるんじゃないんだよ。うん、アルビオンが落とされた。ちょっと敵が近くに寄りすぎてましたかね。モビルスーツ9ユニットも搭載してたのでちょっともったいないですね。あとここにいるのがシャアなんじゃないかという疑惑をちょっと持ってます。サザビーですね。ちょっとこのサザビーにはできればね、強いユニットをぶつけたいですよね。被害が広がる前に。やはりここにはシャアがいましたね。強いな。格闘19か。ちょっと格闘戦を挑む気になれない。そういうスペックになってますね。いけない、これ以上悲しみを増やしちゃやめてくれ。再びクシーガンダムのカミーユです。ドライセンとギラ動画かな。敵は味方はクシーガンダムの後ろにジェガンを2スタックさせてます。でこれファンネルミサイルですね。で最後はシロッコですね。まあ安定感あるので、まあ、シロッコ、アムロ、カミー、この辺りを前面に出してアクシズの基地中心部に向かってます。このターンはシャアは一旦後ろに下がったようなんで、シャアが再び前に出てきた時にですね、シロッコ、アムロ、そしてカミーユで包囲戦を仕掛けて一気に撃破していきたいですね。天才であるこの私が俗人ごときに負けるわけがあるまい。カミーユのスイーガンダムがギュネイのヤクト動画に挑みます。ここもスイーガンダム
神湯の敵ではないかな。指導が必要だ。絶対者としての私の指導だ。白こと。シャ。まあ強さで言うとネオジオン総帥になってるシャの方がまあ一回り強いかなとは思うんですけど、まあ排入ガンダムなんでモビルスーツのスペック自体はね、そのシャと遜色ないかなと思います。人間のエゴ全部を飲み込めやしない。アクシズ戦最後はシャをアムロで仕留めます。ならば今すぐ愚民ども全てに英知を授けてみせろ。貴様をやってからそうさせてもらう。もうシャのザザビ存分に削ってあるので射撃戦で決着つけたいですね。格闘はね、シャアの方が強いですからね。射撃戦で撃破完了です。人は変わっていくものだろう。なのになぜ同じ過ちを繰り返すんだ。さあアクシズ占領したのでいよいよスイートウォーターに攻め込んでいきましょう。ネオジオンの戦力は低下し本拠地サイドワンの攻略が可能です。サイドワン制圧作戦を提案します。早速発動します。これより我が軍はネオジオン本拠地サイドワンに対する攻略作戦を開始する。ジオン大君の意思を取り違え無用な戦いを仕掛けてきたシャアを打倒し地球圏に平和をもたらすのだ。諸君らの健闘に期待する。ではスイートウォーターに攻め込みます。連邦軍は全ユニット123、ネオジオンは47という数になっています。まあ、ここも3倍近い兵力用意してありますので、まあ、何も考えずに突入で問題ないかなと思います。ブレックスのドコスギア、ブライトはアレキサンドリアになってもらってます。このあたりはゼータガンダムご覧の方はなんだその編成はというねお叱りもあるかもしれませんが、まあアレキサンドリアも優秀ですしドコスギアは間違いなく、最強の戦艦の一つという位置づけになってるのかなと思いますね。私結構考えていませんか。ケンケンとエマ個別の会話がちゃんと用意されてましたね。では各部隊基地中心部に向けて出撃していきます。いけない、これ以上悲しみを増やしちゃやめてくれ。ここはちょっと先行していたクスイガンダムが囲まれてしまいました。まあ、ただクスイガンダムだったら、まあ、カミユが乗ってるっていうのもありますので落とされることはないかなと思いますので、まあ、ここ前線で、しばらく孤立無援になるかもしれませんけども敵を引きつけてもらってる間に後続のアムロやシロッコその他のモビルスーツ隊の到着を待ちます。シマもガンダムマーク5でかなり頑張ってくれてますね。あっさり勝たせてもらってさ。いい加減にするんだ。倒さなくちゃいけないのは地球の重力に最前線にいるクスイガンダムのカミユ敵をね、薙ぎ払っていってもらいましょう。ザクスリーとドライセンかな、この敵のスタックは。ここはアルパージールです。
支援攻撃なんかあんまり入らないので、まあ、しっかり実弾兵装で攻撃を当てて格闘に持ち込んで一気に仕留めたいですね。シロッコがアルパージルを撃墜です。天才であるこの私が俗人ごときに負けるわけがあるまい。ではスイートウォーターの敵部隊を一掃してクリアしていきましょう。アクシズの脅威 V に関しては約10年ぶり以上ぶりぐらいにねプレイをしたんですけど、序盤が一番難しかったですね。1年戦争編の最序盤が一番難しくて、その後はねなんとか、まあ皆さんのアドバイスとかいただきながらではありましたけども、順調に進めてこれたのかなという感じはしますね。ではこのままエンディングを見て終わりにしていきましょう。ネオジオンは滅亡です。レビル将軍、ついに全敵勢力の打倒に成功しました。もはや我々に対抗できる勢力は存在しません。ついに終わったのだな。我々が勝ち取ったこの平和、二度と失うわけにはいかん。しかし人は戦いをやめることができるのでしょうか。私には人がこれからも戦い続けるように思えてなりません。いや、人はそれほど愚かではない。いつの日か真の平和が訪れる日が必ず来るはずだ。人は分かり合える、そう信じたい。いや、信じることが平和への第一歩なんだ。地球連邦軍は戦いに勝利した。長きにわたる戦いは終結し、戦乱と陰謀の歴史は幕を閉じたのである。地球圏は再び地球連邦政府の統治下に置かれ、戦いを勝利に導いたレビル将軍はその功績を認められ、連邦政府の首脳に就任する。首脳となったレビルは戦乱によって荒廃した地球圏を復興するために、連邦政府による中央集権体制を確立させた。そして権力を手にしたレビルは卓越した指導力を発揮し、迅速に地球圏の復興を実現していったのである。だが連邦政府による中央集権体制に対する反発がジオン公国を生み出したように、地球圏復興の陰でそこから取り残された人々は新たな不安定要素を生み出していたのであった。人と人とが争い合うことのない時代、それはまだ人類の体験したことのないものである。いつの日かその夢が実現するまで人は戦いながら探し続けるのであろう。新たなる進化への道を。ではまず一つ目ですね、レベル将軍編クリア。ちょっとマークとかはないんですね。クリアできましたね。これでどうだろう、デラーズフリート編が、そしてキャスバル編が解放されてますね。他にもいくつかまだ未解放のものがあるので、まあ、この解放もしばらくの間は進めていきたいなと思います。では今回はここまでにさせていただきます。